はい、どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではマインクラフトをやっていきたいと思います。イエーイ。いやーね、マイクラいつぶりだろう。めちゃくちゃ久しぶりなんですけど、まあね、ちょっと参加型とかでやったことはあるんですが、今回は一人でちょっとマイクラの世界をね、またやってみようかなと思います。まあどうなるだろうかね。あのほとんどね、2、3年ぶりマジで触ってないで、結構アプデが来てたりしてて、自分が持ってた時、やってた時よりも状況が変わりすぎてるんで、ほぼ初心者と変わらずやっていきたいなと思います。で、そうだね、早速暗くなってきちゃったけど、まあ、ここからスタートしていこうかなと思います。で、そうだね、ちなみに最終目標のところなんですけど、最終目標は一応エンダードラゴンの討伐までを目指しちゃっていこうかな。ただもうまっすぐね、そこまで行っても面白くないんで、いろいろ挟みながらとか、ちょっと施設の充実とかね、目指しちゃっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。暗いな。まずそうだね、ちょっとベッドを作るか。やっぱね、あの、おお、やべえのいるじゃんやばいのいるじゃん。あれあれあれはやられたくない、速攻でやられたくないからね。ちょっと、いや、あとはあれだね、ほんと思ったより変わったなという印象。まあ、PS4 のやつは PS5 でプレイしてるんだけど、投稿版だねをやってるんだけど、なんかね、やっぱ変わっててとてもって悪いですとても勝手悪いです。ね、そしたらまずは作業台、あ、やばい、もうね、すでにね、作り方が分かってないあー、こういう風になったのか、なるほど、あー、なるほど。なんか本当に初期の頃だからさ、もうなんか PC 要素というかね、なんかそんな感じ、感覚的に。あーでもこれでパッてできるから、そうでもないか。とりあえずここら辺に置いて、待ってねちょっと待ってね。インタラクトは、L2 か。やばい、もうここまで分かってない。焚き火台も結構最初から作れるんだね。ボートも作れる。まあまあ、まずは、斧と、いけるでしょう。ねえ、まあ壁とかはいいけど。あれ？松明ないね。松明。ああ、松明が見当たらん。まあ、木切るか、とりあえず。おー、朝だね。綺麗だね、ここ。朝だ。朝来たよ。やーっと来た。すごいぼーっとしてた。しかもさ、あそこいるよね。ちょっとさ、まず、どんな感じか周り見てみたくない？ね、探索だよね、まずね。食料もどっちみち集めないといけないから、そうしよう。一応ね、で、画面はね、TPS 視点で行こっかなーって思ってる。まあ、FPS なんだかんだね、人によっては寄っちゃうだろうから、まあ、うまいこと切り替えながらね。お魚ねー。いて。あ、じゃ。俺、酸素が。そうだ、単純に。
単純に。おお、いるのか君。いて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 。やばいやばいやばい。なんだかんだピンチ。なんだかんだピンチ。やばい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 。わあ。トライデント落とさないかな。ちょっと生だら食べて。来い来い来い。ほら。もう腐った肉でも食べないとな、こっちは。ほらほら、来い。よっしゃ、来い。じゃあ来た。あっさり。あ、でも、なんか、あれだね、こう、お、イルカだ、イルカ出るんだ、すげえ。あ、酸素酸素酸素。酸素酸素。すぐ持ってかれるから。うわ、すげえ。しかも、鳴き声まで。うわ、いていていて、あ、水水水水。痛い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 。ひつ。思ったより酸素が持たないっていう。お。これ、サトウキビだよね。このあたりはでも、まあそんなもんだよな。やばいな、ちょっとブチャタン、ブッチブチャちゃんとブダちゃんたち狩りしたい気もするけど。おー、カメだ。おー、すごい。いや、マジで変わったね。いいね。さあ、まずは、そうね、鉱石系欲しいっていうのもあるんやけど、なるべく近場で見つけたいっていう気持ちもある。あ、あそこ、岩屋ね。岩山。お、いいじゃん。石炭。なんだかんだ使うからね。あれ、あそこ亀いたね、今ね。あれ、どうしよう。食料なるかな。今手に腹は変えられない状況なんだよな。腐った肉を食うか、瀬戸際なんだよな。まあまあ、とりあえずね、取ってから考えよう。運よく石とか落ちてないかな。石と、鉄鉱石とかね。いやー、音が気持ちいいね、相変わらず。とりあえずこれとこれはちょっと作っておこうかな。よし、もう石炭、まあ、石炭は後でまた集めるか。いや、家近いからね。あ、ちょっと待って、これ。え、何これ。あ、でもあれだな、これ。水中の中だから。取りづらくなるやつじゃない。あ、おっそー。おっそー。おっそい。何これ。取り切りたい。あ、ダメダメ。酸素が持たない。これ、ちょっと。と掘りたいけど、あ、普通にあった。え、これ何？新しいやつだよね。そもそもこれで、あー、あー。
鉄じゃないとダメなんだ。あー、なるほど。そうか、意外と大変そうだな。あー、これもダメ。ちょっと無駄にしちゃってはいるか。そうだな、じゃあ探し行くか。おい、一応ね、さっきのやつば取れなかったんで、ちょっとまた他のとこ探しに行こっかな。あれでも石の次って鉄だったよね、確かね。なんかその辺りも変わってんのかな、取れるやつとか。石の次は急になんか鉄を作ってた記憶あるんだけどね。まあでも単純に取れた。あ、木じゃダメなんだ。あー、すげえ変わったんだね。マジか。ちなみにこれなんていうやつ。あ、どうなんだあー、この青い感じはそういうことか。どう。あ、すごいすごいすごい、どうなんだ。いいね。そしてまた暗くなってきたんだけど、俺食料がなさすぎて食料がなさすぎてちょっと辛いね。でもこの岩山、岩石島とあれだな、物資集めるのには良さそうだな。お、またあった。じゃあちょっとね、戻って一旦何作れるかとか見よっか。食料集めたりもしないと落ちんじゃうんで。いたー、痛いちょっと待って、痛い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 、マジで痛い、マジでマジでちょっと待ったー。あ、しかもお前武器持ってんじゃん。お前人の武器取りやがって。あ、いっちゃん怒らせたりかんやつを、お、怒らせたちょっと痛い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 、これやばい、これ朝まで殴られ続けるパターンや。せっかくいろいろ手に入れたのに。痛い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 、あー、やばー。お、石の方を取ってるんだよなこいつ。どうしよう、エンダーがね、エンダーさんがね、ちょっとね、エンダーさんがねちょっとね、予定外のお怒りモードなんで。ちょっと嫌だよねやもないしな別に。しかも結構いるな。お、来るか、ほらやるか、ほら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 酒はよくもやってくれたな。もうハマったぞ、これはハマったぞ。あ、意外と待ってくれてる。よしよし、いるんだよな、あれはやばい、あいつはいかん。マジで眠りたいだけなのに。おい、来いよ、ほら。ああ、戻ってきたよ、3日目。いろいろつらかった。マジで、いろいろつらかった。でね、鉄もね、やっぱ取れた、あの後ね。
石で掘ったら取れるみたいな感じだったね。でそうだな、とりあえずかまど、あこれ木材いるのか、へえ。かまどちょっと作りたいね、飯の確保でね。燻製器がある、オークの木が、あー全部加工したからか、もうあればできるんだね。じゃあまず銅見てみようか、どうなるんだろう。お、あーインゴってやっぱできるんだ。じゃあそうだね、一旦そうだね、一本ずつ作ってこの状態で、もう一回探索に出よう。とりあえず食料の確保だな。あでも焼き魚もできるだろうから魚も取れるのは積極的にっていう感じはするね。でも意外と魚探そうと思ったタイミングでいないのが何とも言えないね。お、そして行っておこう。多くの原木じゃダメなのかな。例えば原木で皮剥いだ状態だと、あ皮剥いだ原木工具になるな。あやっぱ違うものになるんだね。いやー動物、動物もしっかり見つけたいね。意外と青くて見えないっていう。いやでもなんかあれなの、意外とリスポーン地がね島で良さそうな感じはしたけどそうでもなかったね。はい、羊、肉はお肉、あいいね、ちゃんと生肉もゲット。あー鶏さん、知らないふりして一瞬で、はい、見てないですよからの、はいはい、さっきワンワンいたね。ワンワンスケルトン相手ができるの楽だからな、欲しいな。見づらかったな、思ったより見づらかった。おお、な羊さん、でちょいっと肉の確保はできてると。あでも3つか、まだ3つか、心もとないよね。おお倒れてる、すげえな、倒れてるとか表現もあるんだ今。ほんとしてないからさ、そういうのだけで新鮮。細かくなったら、おー危ない。ええちょっと待って、どれでしゃがむだっけ、これか。おおやばやばい、あしかもちょっと待って、あそこも、あーでも下までは行けば、あれちょっと待って、あそこさラピスラズリだっけ、青いのあるね。あー意外と場所良かったんだね。そして牛、あ皮もゲット、あ鎧作れるね。まあ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 、まず目標は食料だ。豚ちゃん、豚ちゃんいいね。そう考えると豚は効率いいよね。早く牧場作りたいな。でさこれさ、あー水で降りれる、ちょっと待った、
うわ、怖っ。あそこなんか咲いてるね。だってね、どの高さでダメージ受けるかもちょっとね、もう恐怖でしかないんだよな、慣れないと。おい。違うゲームではガンガン落ちてるんやけどね。そしたら、ああでもこっから降りるのはちょっと好ましくないね。やっぱ水だね。いやー怖えなー。てか木のつるはしもほぼ使わなくなったよね、この感じだと。だってさー、うお、びっくりした。ちょっと待った、びっくりした、びっくりした。そういうのいいです、そういうの大丈夫です。いや、こっち先だな、こっち先。多分ね、そこ、あー、また流れてきた。よし。あー、あれどうか。でも意外と、あ、マジで場所はいい感じだ。ゾンビが出そうで嫌だけど。鉄めっちゃある。あ、ちょっと待って、これ何？ホル、あ、全部ホルだもんな。なんだろうね。とりあえず鉄鉄。あーすごい。あれもあるじゃん。レッドストーンもあるじゃん。いいね。そうだね。こんだけ掘る必要がないから、下に降りればいいだけだから、すごい楽だね、この場所ね。いやー、いい。いいモップだ。鉄、はいはい、あ、レッドストーンある。でさらにまだ降りれるんだ。あー、じゃあ可能性としては早い段階でね、いい鉱石が、あ、やべ、なんかやばい気がする。あー、あー、やべえな。やべえ、やべえ、逃げよう、これは逃げよう。暗くなって帰り道も分からなくなったら終わりだからね。ほい。いやー、でもここちょっとね、そのうち探検したいね。もうちょっと整えたらでもいいけど。いやー、楽しみができた。はい、おはよう、おはよう、戻ってきて起きたよ。やっと、やっとベッド作れた。あのね、ちょっとね、大変で。ね、そうだね。まともに夜もね、活動ができないんで、戻ってくるのは大丈夫なんだけどね。なので、ちょっと、簡易の拠点を作ろっかな。さすがに、うん、さすがにね、ちょっとね、やべえ。ただ普通にやっても良くないし、まあ海多いからっていうのもあるから、ちょっとね、洞窟っぽい家作ってみようかな。うん、どっちを入り口にするか悩むけど、ここ入り口にするの良さそうだね。商人近くいる、もしかして。ちょっと待って、あの、え、マジで
人の声するけど、え、君たちの声それもしかして。痛い、なんか撃たれた。痛かった。めっちゃ痛い。どこやスナイパー。とりあえず避難。いた。はい、ということで皆さんお待たせしました。いやーだいぶかかった。うん、なんかねちょっとそこにね人見えるけど、まあなんとかねいろいろとうまいこと集めることできましたので、今現時点での家って言っていいのかなまあちょっとねそのあたり見ていきたいなと思います。でまず入り口はこちら、まあ地下なんでね、気休めのドアがついてますね。まあ結構ねモンスター多いんでね、まあ、ここをまず行きましょう。お邪魔し、はい。でそのねここねいろいろやってたらちょっと新しい仲間ができまして、まずロバくん頭がね完全にめり込んじゃってますが、ロバくんがまずゲットと。そのうち名前つけたいね。で、続いてこちら友達2号3号なんだけど、まあ商人がいてね、商人多分この子たちから離れないだろうということを見越して捕まえました。ラマかな、うん、ちょっと捕まえました。でそれで商人が探しています。どっか行った商人が。まあ貴重な商人、まあ本当はね商人もね一緒にと思ったんだけど、なかなかついてこないので君たちだけで、ボートとかねうまく使いたかったんで、まあそのあたり後で話そうかな。まず入ってくると、海が見えるようになってます。ただモンスターがね入ってくると大変なのでこんな感じでしてますね。ちょうどモンスターの声したね。でまず左、ここ燻製機だね、料理をする場所としてます。まあそのうちねここで流れて自動で作れるようにしたいなっていうところかな。でここかまど、錬成ができるようにだね。いろいろ武器だったりとか鉄の錬成をしていきたいなっていうところで、作業台を使いながら外が見れるという状況だね。でここが寝る場所で、まあアイテムが置けるようにしてると。でまあそうだね、今回がちょっと島がリスポンチになってるので、ここにボートが置けるようにしてます。でボートがただ置けるだけだとあれなので流れちゃうからね、ここから水が流れてきてしっかりと収まるようにしているという状況です。ちょっと乗ってみましょう。でボートを使ってっていうのもあったんだけど、海から戻れる家みたいな感じにしたいなと思ったんだけど、ちょっとねあまりでもね素材がないのもあるんだけど、自然の景観を残したいなっていうのがあってこんな感じにしてます。なんでちょっとね離れるとちょっと見づらいんですが、あんな感じと、ね、隠れ家的なのをイメージして作ってます。まあ夜だったらこうしとけば多少はね、いいんじゃないかと。で降りてきて、あ、はい、これもうちょっと開けてもいいな、はい、ボートが埋もれちゃったんだね。まあこんな感じでボートが逃げれないようにできるというふうになってるわけですね。まあね意外とこう海から戻ってきてなくなってるってこと多いんでね、まあ、こんな感じで、今後はここを拠点にして、頑張っていこうかなと。ちょっとね思ったより探索はできてないんでね、まあ素材をガンガン集めたいかな。うん、とりあえず素材ガンガン集めて物資をまず整えたいね。まあ、この島に食料を揃えるっていうのもまあ一つありだし、まあ、移動が大変だっていうのもあるんだけどね。ただね、あのね、なんか知らないんだけど商人がさリードを落としててさリードはもらいました。せっかくなんでリードもらってるんで、まあリード使いながら動物も集めつつ
まあ骨もあるんでワンちゃん捕まえれるかなとかね、ちょっとチャレンジしながらやっていきたいなと思います。まあ乗れないしね、乗れるか、乗れるけど言うこと聞かないんだよね。なんでね、まあまあこの辺りはのんびりやっていくのがまあ一番かなっていうところだね。はい、ということで、無事家完成ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあこんな感じでね、かなりのんびりな感じでやっていきたいなと思います。まあできるだけに新しい場所も行ってみたいし、素材も見てどんなのが作れるか見たいし、やりたいことは多いんでね、のんびりやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。他にもゲームの投稿などをしてますので、よければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。お、いてー、なんか持ってる。ちょっと待って、それ超レア超レア超レア、それちょっと待って、わ、テンパってるテンパってる。そのね、トライデントはね超レア、あのね覚えてるよ。ただ落としてくれるか分かんない。あー、落としてない、落としてない。あー、落としてないか。はい、落としてませんでした。あーあー、めっちゃ今の興奮したな。あれ必ずじゃないんだね。そうだね、そう考えるとあれだな。もう、まあ、ちょっと終わりかけであれなんだけど、ここにね、ゾンビ流れてきてそのまま倒せるならありだね。おお、いいことに気づいちゃったかもしれない。全然トラップ様子な考えてなかったんだけどね。はいはい、じゃあちょっとお騒がせしましたが、じゃあ終わりたいなと思います。バイバーイ。